その首をもらい受けよう。はい、こんにちは、こんばんは、どうもテアルです。今日はですね、キツネヶ崎甘色についていろいろ解説していきたいと思います。まず最初にこのキャラって何が強いのって、まあみんな分かんない人いっぱいいると思うんで、まあ、どう一つずつ教えていきたいと思います。一つ目が HA 最強ってことで、この HA のカウンターが強いんですよね。本当にもうこれ甘い色の全てでも言っていいぐらいこの HA が強いです。このなんですかね、この範囲のうちからの攻撃はもう全部防げるんで、プラス相手にカウンターするっていう、まあバーゲンみたいな感じですね。その後に通常の範囲も記録なんでマジで強いです。本当これが強いから使うまでありますね、このキャラで。まあ小技っていうか、まあ、こういう角とかで HA 構えると本当にもうガンナー以外はもう無理っす。ガンナー以外はもうこれ無理っす。まあただ注意点が一つあって、ずっと HA 構えることができないんで、まあ、使用かどうか分かんないんですけど、こうやってスッて消えちゃうんで、ずっと HA 構えてると、まあ、それだけ注意ですね。で次に強いとこその2、でん、通常がやばいまあ言い方がやばいんですけど、このなんですかね、通常の速さですね。今このデッキってめちゃくちゃ軽くいくんですよ。武術家イエーガーガブっていうめちゃくちゃ火力が低いのにこうやって、まあこうガンナースね、ルチャーノを2ロールで倒せる。これだと分かりづらいんですけど、まあ、もっとこのデッキが攻撃寄りになるとルチャーノがもしかしたらワンロールでいける時もあるんで、弱点だったら本当に通常が強いです、このキャラ。まあ、この2つをね、うまく使っていけば本当に1人で1対3でもなんか1人でまくれたりすることあるんで、マジでおすすめです、このキャラ。まあ次に HS なんですけど、HS はまああんまり強くないです、このキャラ。その基本はもう C でやばいってなった時に打つか、まああと例えばこういうタンクを溶かしたいとか、あとは敵の体力低いコクリコとか防御が高いキャラを倒したいってなった時に、まあ、打つのがいいですね。まあ、基本はまあ耐久用ですね、この HS は。それでは次におすすめのメダルを教えていきたいと思います。おすすめのメダル、まあ、今回はなんと3つあります。1つ目がでん足球、2つ目がでん足6研鑽で、3つ目がでん研究。まあ、このキャラ割とその足と剣メダルが割とバラバラでもいいですね。そのメダルつけやすいキャラです、どっちかというと。まあ、足も速いですし、まあ、通常ももちろん強いんで、その足の速さ生かすなら足メダルつけるし、逆にこの通常の強さをもっと生かしたいなら剣メダルつけるって感じで、まあメダルがあんまない人はまあ足メダル剣メダルついたらとりあえずそれ取っといて、まあ他のところも足に行くって感じでいいと思います。それではおすすめデッキの方行ってみましょう。はい、それではおすすめデッキその1、まあ、これはまあ基本まあバトアリで考えてます。バトアリってまあ工場でできるだけ最初の方はデッキ考えています。1つ目が武術家イエガカノーネガブ。まあ、このデッキ、まあ、ちょ甘色は別にその攻撃してめちゃくちゃもらわなくてもその通常が等倍なんで、けど、まあ、ルチャーノとかって通常1回で3発入るんですけど、あれって1倍じゃなくて 0.6、0.6、0.6 みたいな感じで入るんですけど、甘色あの通常の速さで全部1倍、1倍、1倍で入るんでめちゃくちゃ強いんです。だからこうやってちょっと攻撃してが低いカード入れても全然通常の威力出るんで、このデッキおすすめです。武術家でもう敵もう逃げる敵も全て追いかけて、でダメか張ったら可能で割る、おすすめです。2つ目でん、まあ、さっきとちょっと違うんですけど、イエガの枠を前転にして可能の枠をマジスクにしました。このデッキはもう本当に通常命って感じですね。まあ、ただめちゃくちゃ扱い難しいです。そのイエガと違ってうまく HA を活用しないともうすぐやられちゃいます。本当にすぐやられちゃうんで注意です。でこのマジスクはもう基本最初にかけちゃってもいいですね。
マジスクかけてダメか貼ったら、はい、次の人って感じで。別にその一人に固執しないで、全然別の人狙いに行ってもいいし、まあ、逆に、その、味方がダメかを使わせてくれたら敵の、そこにマジスクかけて一気に倒すっていう感じですね。で、こっからはコラボ入ってくるんですけど、点3つ目。マジスクカノーネ。まあ、これ、工場でも組んでもいいんですけど、まあ、ただ、工場だと、その、色が全部一色になっちゃうんですよね。まあ、そこがほんとしんどいんで、まあ、あんまり工場だとマジカノをおすすめしたくはないですね。なので、こうやってコラボで、まあ、イベアリとかで楽しむって人は、こうやって、マジカノがほんとに強いです。マジスクかけて、通常入れて、ダメか貼ったらカノーネ。その、フルークとかいう、なんか、威力高いカードを使わなくても、全然通常で削れていくんで、フルークはいらないです。で、まあ危なくなったように浮かぶ。まあ、このイエーガーの枠は別に、その、さっき言った前転とかでもいいですし、まあ自信があるならね、あんまりおすすめはしないですけど、本当に扱い難しいんで、その発動無じゃないダメかは。あんまりおすすめしないですけど、まあちょっと試してみたいって人は、前転とか、青ノーガードとか、緑ノーガードとか、そういう捨てのいいカードとか、全然積んでみるのもいいと思います。で、4つ目が、ボン。まあ、これはまあさっきの言った1個目の上位交換ですね。完全色が3種類取れて武術家で追いかけて倒すって感じですね。まあ1個目の動きと同じです。でもその1個目と違ってもう攻撃性がもう段違いです。ガブの枠が赤髪になるだけ本当にね火力違うんで、あと色も3色取れるんでね、この武術家切った後におすすめです。それではこれを踏まえた上で試合の方行ってみましょう。はい、それでは一戦目やっていきましょう。マップは、どひゃー中から遺跡ですね。まあ、割と裏行ったら、その裏のガンナーとか、怠慢できるんで、割と悪くないステージですね。あー、でも、敵、合図、まあでも、ネコミは割と怠慢勝ちやすいんで、まあまあまあ、そのしんどくないですね。初手飛んでくるメグミンだけをどうにか対応したい。先に触りたい。OKOKOK。これ先に触れたら超でかい。で、これで家が張ってるんで、わかりますか。で、味方の一緒に殴ると。強い。ここで相手を追い返して、で、C も初手取れてるんで。まあ、これはちょっと溜めたいですね。相手めぐみいるときは溜めたいですけど、なんか飛んできた。バッタが、待て。ああ、これは見てなかった。でも、倒してくれ。オッケー。あ、でもシート取られちゃってる。あ、でもオッケーオッケー。これで、寝込みはね、行きましょう。ここからずっと。どんどん寝込みは倒していきましょう。オッケー。寝込みは倒して、でも味方が倒してくれた。あ、これは貯めましょう。めぐみ HS が溜まっちゃうんで、めぐみ HS 対策用に貯めとかないと、もうマジで やばやばなんで。貯めて、待って、かかった。で、そっからもう溜まったらもう一生狙いに行きたいんですけど、ネコミヤを。でもネコミヤのデッキは妻しか可能にあったらめんどくさいんです。それ、ナイススタン。でかい。ちょ、HA かっこいいとこ見せたいな。めぐみは絶対溜まっちゃうんで、初手広げなくても HS だけど本当に溜まっちゃうんで、で、アイス HA にはうまく HA したい。お、猫宮が来る。あ、これちょっと硬直だな。なんか相手が来ないと一生始まんないんですけど、相手がもうなんかずっと動かないんで、まあ、めぐみん待ちかな。こっから多分戦闘が始まって、始まるタイミングで狙いに行く。オッケー、ナイス、でかい。一気に狙いに行きましょう、これ。メダルと跳躍。これは倒しきれるね。で、倒したんで、これはもう一気に、今度は合図狙いに行きましょう。これ、仲間を助ける。オッケー、ナイス、相手倒した。強い。いいね、これ時間ないね。めぐみの HS 数でドアが来るんで、それだけ警戒っすね。相手 HS はこうやって HS することで、一気にね、チャンスになるんで。
だな。あ、これは打たなくていいですね、自分。で、これでオカリンがいるんで、あ、歩み来た最後はちょっと、まあ私はもうオカリン HS 長いんで任せたんですけど、猫宮中に家が伸びから相打ち。あー、でもナイス GG。 はい、それでは2戦目、マップはおいでやす鳥通り。これは割と戦いやすい。平面ステージはこういうその HS 溜めづらいんで、一生敵の HS 強いキャラに張り付きましょう。もう倒しまくれって感じですね。味方もグスタフ、デズ、まあ、デズ溜めさせたいんで、うまくデズを溜めさせる動きで、で相手 HS 全員強いんで、まあ孤立してる敵をどんどん倒していきましょう。まあ、孤立しなかったら自分も溜めるって感じですね。あー、でも初手グスタフが C いってるんであんまいかないようにして、デッキは武術家前提マジスクガブ、2つ目のデッキですね、強いです。で、ああやって敵が行ったらこっちで敵を釣りましょう。こうすることで敵の HS マジたまんないんで、でグスタフもなんか一緒に来てくれてんで、ナイス。ナイス、のカードフルークフルークエララフルークエララそれはちょっと予想外すぎた。でもフルークとエララはでかい、体力ないんで、あのトーナス割ともうこれデッキ分かったら大大大大大チャンス。これ柔らかいんで倒す、で入れる、もう一回入れる、倒す倒す倒す、任せてここは。HA 構えてないのか、でもまあ取れたんで、まあ今の HA 構えてたら100億万点だったまあでもしゃあないですね、まあ、できなかったことは仕方ないん でこういうのはもうすぐ援護いきましょう。あ、これアバカン巻き込まれないようにだけして、やばい、これ、あー、ナイス、これ倒しきりたい、ナイス、いいね。マジスクガブ切って引きながら倒す、マジスクも関係ないと。これはあ、ナイス回復でかい、あ、ナイス、痛いよ、でもこれ倒しきれない、飛ばす、硬い。まあでもグレード使ったらこっちデズ対面が有利になるんで、まあ、C はもう最悪捨ててもいいし、こっちはもう HS 溜まってもどんどんもう踏みましょう。もう HS 溜まんないようにだけ動けばいいんで、こっからは逆に HS が溜まることが全ての負け筋なんで、行く、倒す、 S、 いいね。あ、これはやばいんで一回下がって返して全然、まあ、今回はなんか前転があんまり生きる試合じゃないんで、いいんすけど、ああ諦めちゃった、諦めちゃダメだよ。マヤタイマンはナイスで HA、 通常のタイミングで HA 構える、通常のタイミングで HA 構える、ナイス GG。 まあ今回前提あんま使うシーンなかったんで、まあ前提の強いとかあんまいけなかったけど、まあその分カウンターををね、うまく活かせたんで、前転はその味方がやられた時に切るカードですね、どっちかというと。基本はもう HA で基本ダメ化として補って、まあ、味方がやばい耐久しなきゃって時に前転切るのがおすすめです。まあ、こんな感じでいい試合でした。 GG。 はい、ということで2試合やってきたんですけど、どうでしたか。まあ割と楽しいキャラってみんな分かったんじゃないですかまあ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 、でも本当にやればやるほど難しいキャラではあるんですけど、楽しいので、それで強い、それで可愛い、みんなもどうですか、使ってみて。で、自分のおすすめのコスチュームはこれです。この金髪っすね、金髪ショート、金髪ショートしか勝たんということで、今日の動画でした。なんか次やってほしいキャラとか要望があったらぜひコメント欄にどうぞ。それじゃあお疲れー。